パナソニック株式会社は日本の電気メーカー。エアコンや洗濯機などといった白物家電分野をはじめ、照明器具、配線器具などの住宅設備分野や、リチウムイオン二次電池などの車載分野などに重点を置く。1918年に松下幸之助によって松下電気器具製作所として設立され、1929年に、 松下電気製作所へ改称する。1935年に改組して松下電気産業株式会社を設立する。2008年に社名をパナソニック株式会社に改称し、ブランドを世界的にパナソニックに統一し、日本国内の白物家電、住宅設備商品に使用していたナショナルブランドをパナソニックブランドへ切り替えた。日本国内における 電気業界では、日立製作所、ソニーに次いで3位の売上高を誇る。日経平均株価とトピックスラージ70、厚生銘柄の一つであり、2019年10月までは、トピックスコア30の、厚生銘柄の一つでもあった。ブランドスローガンは、a ベターライフ a ベターワールド旧スローガンは、アイデアズフォーライフ。e 38の事業部からなる。 社内カンパニー制を採用しており、アプライアンス社、エレクトリックワークス社、コネクティッドソリューションズ社、オートモーティブ社、インダストリアルソリューションズ社、中国、北東アジア社、US 社の7カンパニーで構成されている。連結対象会社数は592社である。関連会社も含め、家電製品の他にも、産業機器、通信機器、住宅設備、 環境関連機器などの電気機器を中心に多角的な事業を展開している。松下電工の合併及び産用電機を連結対象に収めた現在は、車載設備、住宅設備、エネルギーマネジメント機器などを核とした成長戦略を進めている。以前はコンシューマー向け製品、サービスに特に力を入れていたが、2013年から企業向け製品、 サービスの比率を上げる方向へと転換した。様々な分野や製品で国内外企業と競合しつつも、ソニー、東芝、日立製作所、オリンパス、富士フイルムなどと提携、合弁、事業移管も行っている。日本国内では唯一の総合家電メーカーとなったため、家電業界の多くの部門でトップシェアを有し、家電以外の業界でも国内シェア一位を占める。 グローバル展開もしており、数々の業界で世界シェア1位を誇る。このうち、アビオニクスは世界シェア8割と、河川状態が進んでいる。知財活動に秀でており、パテントリーザルト社の特許資産規模ランキングで2017年度は2位を獲得している。松下幸之助ゑマークとナショ文字を使用した店舗看板1960年代に輸出された。 トランジスタラジオに付けられた未末用マーク以下、車掌の名称はいずれも通称である。世界展開により、松下、ナショナル、パナソニックの名称を使い分けるデメリットが年々増大し、ブランドイメージの統一が課題となっていた。創業者、松下幸之助も将来的に社名変更の必要性を感じていたようであり、 1975年から1984年にグローバルな経営には松下という社名とナショナルというブランドは分かりにくいんじゃないかと質問された際にいずれそういう時が来て必要であれば社名を変えるのは意に介さないと断言していた。孔之助と頻繁に接していた役員 OB によれば彼は存命中にも社名変更を考えていたという。そこで 1989年1月に入って、すぐに、パナへの社名変更が検討されたが、松下商事が激怒したため、棚上げになった。その状況が長く続いたが、松下電機は、日本国外において、自社のブランド名、パナソニックが浸透していることを考慮し、2008年10月1日を、もって、社名を、松下電機産業株式会社から、 パナソニック株式会社に変更し、白物家電に使われてきたナショナルブランドも2009年度までに廃止し、パナソニックへ一本化する意向を、同年1月10日の記者会見で公式発表した。6月26日の2008年度、定例株主総会にて採決がなされ、全会一致で、社名変更は、正式決定した。松下やナショナルがつく、グループ会社も、 基本的にパナソニックを冠にした企業名に変更することを発表した。その後、同年6月26日の株主総会において、社名の松下電気産業株式会社からパナソニック株式会社への変更とグループ会社名称のパナソニックへの統一が承認された。その第一段階として、これまで日本国内向けの松下製白物家電に使われてきた ナショナルブランドは、同年6月30日製造、出荷、発売分限りで公式仕様を完全終了し、パナソニックブランドへの移行は、翌7月1日発売の新製品から先行実施された。以降製造、出荷、発売の松下製白物家電はすべて、パナソニックロゴに変更されているシリーズと、 細管型蛍光灯、スリムパルックプレミアシリーズである。同年8月25日に、旧来のナショナル製品在庫を9月30日までに完全にゼロとする計画を発表した。ナショナル製品は現在すべて在庫、展示品限りとなっており、ナショナル製品は完売次第、店頭から完全に消滅する予定である。その後、9月16日に、 社名変更日と同日に発売される白物家電を一斉に公式発表した。松下製白物家電各製品カタログは2008年8月発行分まで、表紙ロゴはナショナルのままだったが、一部製品は作品欄にブランド校が新設され、パナソニックも併記され始めた。なお、2008年9月発行分から、 松下製白物家電カタログの表紙ロゴはすべてパナソニックアイディアズフォーライフに変更された。ナショナルのブランドで発売されていたものを単にパナソニックのブランドに変更したのみの商品は品番の末尾に P を付けている。パナソニック電工が製造する美容、健康商品も同様だが、同社の他の商品は品番の変更なしにブランドを変更している。 系列店、ナショナルショップについてはパナソニックへの社名変更が正式決定した2008年6月26日以降、看板、シャッターからナショナルの文字を外し、名称をパナソニックショップに変更するとともにパナソニックロゴのみを表記した新デザインへの変更作業を順次開始。2009年度までには廃墟を除く全店舗の看板、シャッターが 新デザインに切り替わる。あとの2009年3月にパナソニックショップキャラクター、パナボーの公式仕様を2010年3月31日をもって完全に終了を決定。パナソニックショップ各店へ配布された同年4月発行のパナソニック各製品カタログにその旨の文章を同封した。 2008年9月27日、大阪府真市の本社屋上の松下電器の切り抜き文字を完全撤去した。社名変更は予定通り2008年10月1日に実施、松下やナショナルを関する子会社も松下電器本体の社名変更と同時に社名を一斉に変更し、企業グループも故障変更した。さらにパナソニック提供番組についても、 社名変更に伴い、2008年10月改変時に、ナショナルを冠した番組名称が、パナソニックを冠するものへ変更された。パナソニックでは、自社が運営する、財団法人や松下記念病院といった関連系列団体の名称は維持し、グループ各社の社名変更後もこれらの関連系列団体の名称は変更しないことを表明していたが、 松下教育研究財団をパナソニック教育財団とするなど一部の団体は名称変更した。なお、東京都台東区にある戦争時の雷門にある大城鎮の名盤は松下電機から変更されていない。中国では引き続き日系企業の一社として松下電機の名称を使用している。1955年の輸出用鋼性能スピーカーに 使われたロゴパネソニックからで全てのという意のギリシア語パンと音を意味する英語ソニックからなる海外でナショナルの商標が登録されていたこととナショナルという響きが国家主義と取られかねないために海外向けのブランドとして制定松下電器の音を甘ぬく世界へという意味が込められている現在のロゴはヘルベチカでの文字を少し変えたもので 色は1974年に海外向け CI マニュアルのパントネ293がそのまま継続されている。昭和30年代に松下電機のラジオ事業部部品化に勤務していた斉藤淳二が米国に輸出の際にナショナルの名称は米国のラジオメーカーのナショナルラジオがすでに商標登録していて使用できなかったためラジオ事業部の部品化で知恵を絞って パナソニックのロゴを考えた。当時はパナビジョン方式の大型映画スクリーン投射方式が騒がれた時代であり、それをもじってパナソニックとなったと回想している。なお、テクニクスについてもドイツのリンホフ社製カメラのテヒニカが由来であるとも言われている。組み込み王冠電池。英語ではパナソニックコーポレーションと書かれているが、中国語では 松下電気産業株式会社と書かれている。反対時では、松下電気、業株式会社。中国語圏においては、社名変更後も、松下、松下電気産業の名称を継続して使用している。これは、中国では、企業名が法律で、漢字表記しか認められておらず、パナソニックに当てる、漢字表記が現地で確立していなかったことが大きいが、 それに加えて、松下電機という名称が中国の近代化に協力した企業として知名度が高いからという理由もある。当社は戦後初めて日本企業として中国に進出するなど歴史的な経緯から現地で人気が根強くパナソニックは知らなくても松下を知っているという中国人は多い。したがってブランド名はパナソニックを使用しているが社名は 松下電機のままなのである。パナソニックの音訳は、コアダクに客、コアナクに、勝つとなるが、あのソニーを恐れるという意味や知名度の問題もあり、中国国内では使われていない。2014年現在、松下電機の名前を残している、グループ企業は中華人民共和国の現地、統括会社である松下木有限公司と、中華民国の現地統括会社である。 台湾松下電器古墳有限講師などがある。2004年に松下電器産業は松下電工に対する有効的 TOB を実施し子会社化した。ブランド戦略や経営戦略、研究開発に至るまで統一的に展開することになり、互いの重複事業の再編と家電の営業部門の統合を行った。その結果、両社の共同経営会社のパナホームも、 松下電気産業直轄の子会社となり、松下電工とともに、松下電気産業の住宅、電気設備のセグメントとして組織上の再編が行われた。2008年11月7日、経営再建中の産業電気買収交渉を開始すると正式に公表した。パナソニックの産業買収の狙いは、 山陽が持つ世界シェアトップのリチウム4電池と世界7位の太陽電池事業にある。2005年から2006年にかけて山陽電機のメインバンクかつを株主、三井住友銀行がパナソニックに救済を依頼するも交渉に至らずにいたが今回は三井住友の打診に大坪社長自らが動いた。大坪は会見で世界経済の厳しさは増し。 さらなる成長のエンジンが必要だったと語った。だが、背景には、エネルギー技術の戦略を早期に、軌道修正する必要に迫られていたことが挙げられる。なお、同年4月28日に、一部報道により、松下と山陽電機が、資本提携を検討中と伝えられるが、この当時は否定していた。その後11月1日にも再び報道された。 2009年6月未明、経営再建中の産業電機を同年9月1日からパナソニックグループの参加に収める方針が明確化した。2009年11月4日に産業電機株の TOB 開始。産業電機も賛同し、同年12月28日までに産業がパナソニックグループに入ることがほぼ確定。パナソニックは 世界有数の巨大電気メーカーとなることとなった。12月21日に TOB が終了し、産業の50.27%の議決権を取得。産業はパナソニックの連結対象市会社となり、同社の太陽電池や蓄電池技術を活かした、環境に優しいエネルギーマネジメントを実現する、商品開発に力を入れる体制が整った。 2010年5月7日、大坪文雄社長が子会社化した山陽電機の白物家電事業を将来的に統合すると同年3月期決算発表記者会見の席上で公式発表。さらに7月28日にはパナソニック、パナソニック電工、山陽電機の三社合同でパナソニックグループの抜本的再編を発表した。 まずパナソニックが2011年4月をメドに発行済み株式の半数兆を所有する上場市会社である電工産業の全株式を有効的 TOB と株式交換によって取得し完全子会社か翌2012年1月までに事業再編を実施する方針3社がそれぞれ一定の独立性を持った現状の経営形態では アジア系電機メーカーとの競争を勝ち抜くには、不十分で、競争力強化と、意思決定の迅速化を図るには、経営統合、細かく重複の多い既存事業の大胆な、整理集約といった抜本的な再編が、必要であると、パナソニック側から電工、三洋両社に打診し合意した。さらに、海外の一部製品を除いて、産業の、 産業ブランドを原則廃止して、パナソニックブランドに統一する方向で検討する、旨を発表した。その後2010年8月23日に、電光、産業に対する、有効的 TOB を実施。どちらも、同年10月7日に成立して、同月14日に決済を開始、電光83.93%、産業80.98%の株式を取得。 さらに2011年4月1日付で TOB で取得できなかった両社の株式を株式交換によって取得し完全子会社化した。そして2012年1月1日付で電工を吸収合併しパナソニックグループ全体でコンシューマ、デバイス、ソリューションの3事業分野を核とする事業再編を実施した。事業再編後のパナソニックには 合併した電光を含む3社の主な本社機能を統合したグループ本社やグローバル商品マーケティング本部といったパナソニックグループの中核組織が設置されテレビブルーレイレコーダーなどの ABC ネットワーク機器やエアコン、冷蔵庫などの冷熱機器など当社が持つ強みは主にコンシューマー事業で活用される。同年10月22日、2012年3月31日を もって、日本国内の産業商標公式仕様を終了。産業系列店、スマイル、ナンバーワンショップをパナソニックショップへと転換、統合する旨が決定。まず、産業ブランドでの新製品発表は2011年3月31日付で終了。翌4月1日以降産業が生産、出荷する製品には原則として、 パナソニックブランドを関することとなり、産業ブランドを関する既存製品の生産、出荷は1年後の商標公式使用終了に向けて、縮小、2012年4月以降、産業ブランド製品は在庫、展示品限りとなり、完売次第市場からは消滅する運びとなる。産業系列店では、2011年4月以降、 産業のブランド変更品を含むパナソニック製品の取扱いを本格的に開始。同年10月1日からは、かつてのナショナルショップと同様に、産業系列店の看板から産業ロゴを外して、パナソニックへ掛け替える作業を開始、翌2012年3月末までに作業が完了した。なお、パナソニックと産業を合わせたニッケル水素電池事業のシェアが高いため、 産業は車載用以外のニッケル水素電池を製造する産業エナジートワイセルなどを FDK に譲渡した。パナソニックも車載用ニッケル水素電池事業を中国の湖南火力延伸農源に譲渡。非中核事業としているパナソニックヘルスケア株式会社については2014年1月1日に超音波診断装置事業をコニカミノルタへ 譲渡2014年3月末に、補聴器事業を、パナソニックシステムネットワークスに移管した。投資ファンドコールバーグクラビス・ロバーツが設立する、持ち株会社 PHC ホールディングスに1650億円で、売却し、PHC ホールディングスが、第三者割当増資をパナソニックが引き受ける形で20%の、株式を保有する形となった。 2020年11月13日、開催された取締役会において、2021年10月に、現行の社内カンパニー制を廃止し以下のような、事業再編を実施する。以下の事業を、パナソニック株式会社の社内カンパニーとして、集約する。オートモーティブ社の事業領域をベースに、パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社、 AP 社のスマートライフネットワーク関連の事業領域をベースにパナソニックエンターテインメントコミュニケーション株式会社ハウジングシステム事業部の事業領域をベースにパナソニックハウジングソリューションズ株式会社コネクティッドソリューションズ社の事業領域をベースにパナソニックコネクト株式会社インダストリアルソリューションズ社の電池関連以外の事業領域をベースに パナソニックインダストリー株式会社イズ社、US 社の電池関連の事業領域をベースに、パナソニックエナジー株式会社プロフェッショナルビジネス、サポート部門をベースに設立する、パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社上記法人のうち、5以外の各社は、各九州分割における分割準備会社として、当社、完全子会社を設立する。5は、 当社完全子会社であるパナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社が九州分割承継会社であり2022年4月1日付で同社の称号をパナソニックコネクト株式会社に変更するなお称号変更後の同社を存続会社としてパナソニックスマートファクトリーソリューションズ株式会社及びパナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社を同日付で 九州合併する予定である。上記に加え、スポーツマネージメント事業強化を目的として、当社の完全子会社として、パナソニックスポーツ株式会社を設立する。その上で、2022年4月1日付で、会社分割により、当社のスポーツマネージメント事業を、パナソニックスポーツ株式会社に承継する。上記再編を実施後、当社は、 パナソニックホールディングス株式会社へ、社名変更するとともに、持ち株会社として、上場を継続する。そして、上期新体制への再編に合わせて、2021年4月1日付で、現在、代表取締役社長兼 CEO を務める津賀、和弘が CEO を退任し、現在、AM 社プレジデント検討社常務執行役員を、務める楠木みるおきが、 新 CEO に就任する。さらに、5、6月24日に、菅社長は、取締役会長に、楠木美き常務は、代表取締役社長兼 CEO となる。パナソニックグループの、主な商標の例。ナイスは、旧松下電工のブランド、JVC はかつて出資していた、日本ビクターのブランドである。後期の、ナショナルパナソニックブランドが表記された。 トランジスタラジオ前期のナショナルパナソニックブランドが表記されたトランジスタラジオブランド廃止後5年経った2014年現在も市場に残存するナショナルブランドの伝説パーツ新旧ナショナルロゴの例パナソニックが有する製品カテゴリーごとのサブブランド及び商標の一覧この他会社の例名機には松下からマーツや 所在地の角増しと最大の英語読みを引っ掛けて、K ード MAX のブランド名なども使用されていたことがある。社名変更以前には、LSI のように、サイズの関係で、パナソニックの、ブランドロゴを入れることができない商品には、M を、四角囲みにしたマークが入れられていた。デジタルエビッシュ原稿過去 RF-2200、パソコン、周辺機器、携帯電話、 カーナビカー AV 原行過去生活家電原行過去、美容、健康以下のブランドは松下電工、パナソニック電工からの製品。伝説資材、セキュリティ、防災機器いずれも、かつては、松下電工の事業領域に属していた商品である。住宅設備、建材が好き具その他現在のブランドスローガン、ブランドプロミス以前のブランドスローガン企業スローガン、 ナショナルブランドパナソニックブランド2012年から会員サイトクラブパナソニックから新マスコットキャラクターピコリンが登場しているが2017年3月現在までテレビ CM には登場していない1955年から1974年には松下電気産業の一社提供番組で流れたミキトリロ作の CM ソング明るいナショナルで一世を風靡した カンヌ・ライオンズやアジア太平洋広告祭、広告電通賞、富士山系メディアミックスグランプリなど、数多くの広告賞を受賞している企業としても有名である。企業スポーツや国内外のスポーツ大会への協賛に比較的、積極的である。下記、冬季オリンピックの公式スポンサーで、1988年、カルガリーオリンピックから始まり、 同年のソウル以降、2024年までの夏季、冬季の20大会連続、36年連続で AV 機器カテゴリーのトップスポンサーとして、放送機器などの各種商品が使われることで決まっている。パラリンピックにおいても、1998年の長野以降、AV 機器のカテゴリーにて支援してきたが、2020年までの6年間、 福祉関連機器のカテゴリーを含めたワールドワイドパートナーとして新たに締結している。現在放送中ナショナル劇場は TBS 系列他で1956年4月2日から2008年9月22日まで毎週月曜日20時20時54分に放送されていた時代劇を中心としたドラマ番組枠である。旧称ナショナルゴールデンアワー 水戸黄門を中心に、大岡越前、江戸を切るなどの時代劇が主体となっていた。広報映画、松下電気産業として存在していた頃に企画した広報映画のうち、1960年代以降に制作された9作品が、2019年4月16日現在、科学映像館において無料公開されている。制作者はいずれも、東京シネマ。 FM 森口送信所あたり企業の本社内にコミュニティ放送の FM 森口の送信所が置かれている。大阪府森口市と門真市を放送対象地域とする西日本で最初のコミュニティ放送局でパナソニックも出資しており、門真森口市境にまたがるパナソニック本社敷地内に送信所を設置している。その関係もあり、パナソニック野球部が 都市対抗野球大会に出場する場合は、実況生中継する。CM 出演者、綺麗なお姉さんは、好きですかシリーズについては、当該記事を参照。FF 式石油断膨機の欠陥による死亡事故1985年から1992年まで製造された。 FF 式石油暖房器を使用したユーザーに一酸化炭素中毒事故による死亡者が2005年1月15日に発生。その後も事故が続発した。事故原因はバーナーに外気を送るゴムホースの亀裂により不完全燃焼を起こしたこととされた。製造は奈良県大和郡山市にあった松下重設機器で152,132台が販売された。 事故発生直後の2月10日、松下電機は石油暖房機だけでなく石油給湯器なども含む石油機器からの完全撤退を決めた。以降、ナショナルショップに供給される石油暖房機器はコロナ製品に変更された。4月21日にゴムホースを同性ホースに交換するリコールが発表されたが、11月21日には、 修理漏れの対象製品を使っていたユーザーアタックで死亡事故が発生し、対象機種の生産から13年から20年が経過していることも影響して、修理対応が進んでいないと見られたため、11月29日の夕方に、経済産業省は同日付で、消費生活用製品安全法第82条に基づく緊急命令を発出した。 しかし、緊急命令発出後の12月5日に交換した、同性ホースが、機械から脱落、ユーザー宅で家人が意識不明の重体となる、中毒事故が発生。経済産業省は、同月、独立行政法人製品評価技術基盤機構に、原因究明を依頼した。このため、松下電機は、対応を変更し、 対象製品の1台5万円での引き取りを決め、松下電機だけでなく松下グループ前社の一般テレビラジオ CM をすべて、ナショナル FF 式石油断防機を探していますと、題する対象製品のリコール告知 CM へ差し替える、ガソリンスタンドや店舗、新聞折り込みなどでチラシを配布する、ローラー作戦を決行するなど対策を強化した。 松下提供のラジオ番組、歌のない歌謡曲でも12月8日から松下の CM 放送を急遽中止、一時は公共広告機構の CM に差し替えられ、その後12月12日からはお詫び CM を流した。TBS 系列で放送のナショナル劇場の CM も発生当時は公共広告機構と並行してお詫び CM の長編を放送した。 交換した同性ホースが機械から脱落する事故は全国で13件にも及んだため急遽12月10日から12月19日までの10日間は放送でのコマーシャルをすべてお詫び CM に差し替えた通常の松下 CM が再開された12月20日以降も対象製品が多数出回っている北海道、東北などの一部地域と民放 BS 一部の CS 放送局では、スポット CM 中心に、お詫び CM を集中させた。ラジオ番組、歌のない歌謡曲でも継続して、お詫び CM を放送した。2006年1月12日には、約6万台の所在が確認できていないとして、宛先を特定せず、指定地域の前後に、郵便物を送付できる、日本郵政公社のサービス。 配達地域指定郵便物を利用し、松下電機より心からのお願いですと題する、対象製品の修理、回収を呼びかけるハガキを送ることを発表。2月中旬から、全国の全世帯4900万と宿泊施設1100万箇所、契約6000万箇所に送付した。ハガキには、回収対象の石油暖房機の写真と、24時間体制で、 受け付けるフリーダイヤルの電話番号が印刷されている。2006年11月、リコール開始当初から対象製品として、リスト入りしていた寒冷地仕様の煙突付き機,機種の写真を追加した。この頃、ファクシミリのフリーダイヤル回線も開設された。2007年5月末時点で、テレビのお詫び CM を4万2000本放映、チラシ6億9000万枚を配布し、 費用249億円をかけて回収を呼びかけたが回収率は70%余りに止まり回収が難航する中いつでも使用できる危険な状態のケースや使用しないままで放置されているケースの修理回収を進めておりすでに廃棄処分された情報も集めているこの事件における松下電機の対応は企業倫理の問題として三菱リコール学士や ジョンソン・エンド・ジョンソンの毒物混入事件などと比較され企業のあるべき姿勢として見本となるべく評価されている。当時の社長中村国夫は1999年の業績不振の原因としてブランド力の低下を痛感しこの問題を隠蔽することはブランド力の最低下を招くとの危機感から公平性と回収に全力を尽くすと決断したことを 田原総一郎との対談で述べている。その後も、対象製品の全台数が回収に至っていないため、現社名に変更後も引き続き、規模を大幅に縮小しつつもお詫び CM の放送、およびチラシの配布を行っている。連絡先については、フリーダイヤルの電話番号はそのままであるが、高齢者などのユーザーに現社名が周知されていない、懸念があるため、社名は必ず、 パナソニック株式会社と併記されている。ただしフリーダイヤルの受付時間は24時間体制から平日のみに縮小され、時間外や休日は留守番電話での受付と移行した。社名変更以降、パナソニックが今でも見つかっていますとしてチラシやウェブサイトで上げている。発見事例は以下の通り。パナソニックではお詫び CM の 全台数の把握に向けて、引き続き、探しておりますとのテロップや、チラシの、未だ全数把握には至っておりません等の記載、ウェブサイトの、依然として、全台数を確認するには至っておらず、の記載等で、最後の1台が発見されるまで、FF 式石油暖防機市場対策活動を、継続する意向を明らかにしており、長期化は、決定的なものとなった。 一部関連地域では、ローラー作戦や、廃墟、倉庫、廃校者や、高齢者世帯の探索など、草の根活動を継続している。2021年11月現在お詫び CM は、放送されていないが、企業公式サイトのトップページには、通年で、ナショナル FF 式石油暖房機を探していますとこの、お詫びを掲載し続けている。また、暖房シーズン前後には、 チラシ配布や公式 SNS アカウントへの投稿も継続している。すべての対象製品が製造を終了してから29年、最初の死亡事故が発生してから16年が経過した。同月現在もパナソニックは松下、電気産業時代の FF 式石油断壕器を探し続けている。対象製品は2021年10月末時点で、 152,132台のうち118,375台分の利用者が判明しているが差し引いた残り33,757台が発見に至っていない。事故状況お詫び CM の内容 CM の秒数や放映時期等により差異があるが内容は概ね以下の通り。FF 式石油暖房機以外のリコールその後。 同社は2007年5月30日に、電子レンジや冷蔵庫、衣類乾燥機の一部機種で部品の不具合による、発火などの恐れがあるとして、28機種、推定約300万台を無料で点検、修理すると発表した。同社の製品回収規模としては、過去最大となる。当初は、偶発的な事故として見ていたが、FF 式石油暖房機による一酸化炭素、 中毒事故で死傷者を出した反省から各製品の点検を行ったところ共通した欠陥が見つかった。火災やそれに関連した死者は出なかったものの一酸化炭素中毒事故がなければそのまま放置されていた可能性が強いため安全意識の欠如が問われる形となった。経済産業省はこの件に対する松下の対応を大変素晴らしい。 ことと評価したが、FF 式石油温風機の件に加えての不祥事と、見られ株価下落などの影響が出た。松下製小型ガス湯赤式死亡事故2007年2月19日、パロマ湯赤式死亡事故、林内の湯赤式死亡事故を受けて、日本ガス石油機器工業界は、加盟企業の事故データを発表した。発表によると、パロマは、事故件数7件。 死亡人数9人、林内は、件数5件、死亡10人、松下は、件数27件、死亡48人と、松下の数字は、パロマ、林内の数字を大幅に上回っていた。27件の死亡事故が起きていた、松下声優赤式は、室内で空気を取り入れ室内に排気する開放式と、呼ばれるタイプ。いずれも、不完全燃焼防止装置はついておらず、 GW-525、GW-5D など少なくとも9機種が確認されている。年代別では、1986年から1989年に17件の事故が起き、計30人が死亡。その後は、1990年から1999年が8件、2000年以降が2件となっている。 1989年2月には5件の事故が集中的に起き、1992年3月には一度に4人が死亡する事故もあった。一番新しい事故は2006年3月の発生だった。同行業界が開示した事故データによると、27件の大半は換気扇を回していなかったなど、使用者側のご使用に原因があったとされている。 日本ガス石油機器工業界からの発表があるまで、松下はこれらの事故について公表しておらず、死亡事故発生も公表していなかった。使用者へ注意を呼びかけることもせず、事故原因を使い方に問題があったとして片付けてきた。同社は、FF 式石油温風機による一酸化炭素、中毒事故の際には、製品に問題があるとして、直ちにリコールを行ったが、 湯沸かし器では、こうした対応を取らなかった。その理由について、同社広報は、製品に起因するものではないので必要ないと判断、したとしている。ただし、同社公式ウェブサイト内で、ガス湯沸かし器の死亡事故に関する記述はある。影響機器の経年劣化による、事故多発を受け、2007年11月に、消費生活用製品安全法が改正。 石油温風暖房機、ガス瞬間、湯沸かし器、風呂釜、石油給湯器、電気食器洗い乾燥機、浴室用電気乾燥機の9品目について、メーカーに対し製品寿命の表示と点検通知が義務付けられた。エコキュート破裂事故2013年1月、兵庫県内で、エコキュートのヒートポンプユニット内にある圧縮機が破裂。 圧縮機が収まった鉄製カバーを突き破って、部品やカバーの一部が飛散し、周囲にあったものを破損させる事故が発生。翌2014年5月までに、同様の破裂事故が合わせて5件相次いだ。製品のみが破損する実証も9件発生しており、パナソニックで原因を調査したところ、ヒートポンプユニットのドレンが詰まり、下に塩分を含んだ水が溜まった場合、 圧縮機に巻かれている防音材が水を吸い上げ、水分が蒸発することで塩分が濃縮。これにより圧縮機の腐食外状に進み、破損に至るケースが判明したという。いずれも発火や人的被害は確認されていないものの、破裂事故で周辺物を破損させたのだから、放置すれば人的被害が発生する恐れがあると判断し、 パナソニックは2014年7月24日、エコキュートのリコールを届け出る旨を正式決定。翌7月25日には、自社ウェブサイト上で、エコキュートのリコールを公式発表。7月26日には、パナソニックショップはじめ全国の販売店、住宅メーカーなどへ、エコキュートリコール告知リーフレットを一斉配布するとともに、新聞紙上にも、 エコキュートのリコール社国を掲載した。リコール対象となるのは、パナソニックなどが2003年11月から2013年1月までに、製造したエコキュートのヒートポンプユニット計2 0 8機種、103万1587台。作業では、ヒートポンプユニット内にあるドレン排水処理部と、圧縮機の腐食状況点検を行い、対策済み防音材と交換するか、 ヒートポンプユニットを本体ごと対策済み製品と交換する。点検、修理の申し込みは専用フリーダイヤルとパナソニック公式サイトエコキュートリコール社国庫にある専用申し込みフォームから受け付ける。住宅メーカー、量販店、工務店、パナソニックショップ経由で販売された場合は、販売店などからもユーザーへ連絡が入る場合がある。 インターホン安全審査での不正同社が製造した共同住宅用インターホン数十万台のうち少なくとも2005年以降から2142件についてインターホン工業界の審査において不正があったことが2020年6月12日に報じられた不正の内容は現場の担当者が手続きを周知することなく音圧を実際に計測しないまま想定値を 入力していたとみられ、2020年3月に従業員からの指摘で発覚。同社は再発防止に努めるとした。2020年6月21日現在、同社公式ウェブサイト上などでは、この件について一切触れていない。申告漏れ、所得隠し取引先からの部品の仕入れ価格について、割引があったにもかかわらず、原価のまま経費。 計上していたとして、大阪国税局から2008年3月期までの数年間で契約1億5000万円の所得隠しを指摘されたことが2010年6月に発覚した。差額分は取引先にプールされており、隠蔽に当たると判断された。同社は2009年3月期から2011年3月期までの3年間においても、 部品の在庫の売却代金などについて、同国税局から約118億円の申告漏れを指摘されたことが判明している。ただ、リーマンショック直後にあたる2009年3月期に生じた赤字決算との間で総裁が行われ、追徴課税されることはなかった。2011年3月から2013年3月までの2年間の所得申告についても、 海外市会社との取引などをめぐり、約100億円の申告漏れを指摘された。接待などで90人超を、懲戒処分パナソニックが2016年11月1日付で、調達部門などの社員90人超が、部品納入メーカーの担当者から、社内規定で原則禁止となっている接待を繰り返し、受けていたとして、一斉に懲戒処分となっていたことが同月5日に、 判明した。違法な長時間労働2017年3月15日、富山県の工場の従業員に、労使協定の上限を超える違法な時間外労働をさせていたとして、富山労働局と並労働基準監督署から、労働基準法違反の疑いで、法人としてのパナソニックと工場で、労務管理を担当していた、幹部2人が、書類送検された。 これを受け同月18日、大阪労働局から、厚生労働省による、税制上の優遇制度、プラチナクルミンの認定を取り消された。パワーハラスメントによる内定者の自殺、パナソニック市会社で、グループの主要会社の一つである、パナソニック産機システムズにおいて、2019年4月、入社予定であった内定者が、当時の人事課長から内定者 SNS。 エアリーフレッシャーズを通して様々なパワーハラスメント行為を受け、それを苦に同年2月に自殺した。新疆ウイグル問題への関与疑惑2020年3月にオーストラリア戦略政策研究所が出した調査報告書、ウィーガーズ・フォー・セール・リ・エデュケーション・フォース・トレイバー・サーベイランス・ビヨンドシンチアン・新治安でウイグル族を 強制労働させている疑いのある中国の工場がサプライチェーンの中に含まれている可能性のある世界の有力企業80社長のうちの1社として名前を挙げられている。ただし調査報告書の中でパナソニックはアディダス、ボッシュなどと共に強制労働に関与するサプライヤーとの直接の契約関係はないと述べている企業として報じられている。 パナソニック側は2021年6月24日の株主総会においてサプライチェーンで強制労働が行われているという認識は持っていないと表明している一方人権団体ヒューマンライツナウト日本ウイグル協会が2020年4月30日に出した公開質問状に対しては名指しされた日本企業11社の中で唯一回答していない 2021年4月8月にヒューマンライツマウト、日本ウイグル協会の両団体が出した報告書では、2回の書面での質問状に加えて、電話での問い合わせにも、完全に無視を続けるパナソニックの対応には、絶望的な思いがすると記載されている。実務経験不足者が、国家資格を、取得同社や子会社、関連会社の520人強の技術者が、 思考管理技師などの資格を取得する際に実務経験の条件を満たしていなかったことが2021年8月に明らかになった。2020年に同社が第三者委員会を設置し調査していたもので、同社は社員に資格を返上させるとともに処分を検討している。ありがとうございます。